ナンバーダブル5の鉄板は1枚ずつでもそれぞれ異なった焼き加減の料理を楽しめるのですが、実はそれだけで完成する鉄板ではなく、用途に応じて使えるのが最大の特徴。また3枚あるがゆえに他社にはない独自性のある鉄板になっています。今回は凹凸のあるエンボス型とスリットの入った鉄板を重ねて使用しているのですが、この2つの鉄板は肉から来たですね、油をこう落とすという効果がありまして、平らな鉄板で焼くとは違った楽しみ方ができるのが特徴です。1枚ではまあ火力棒が強く感じてしまって火加減のコントロールが難しいという方のためにも、重ねるという手法で熱の加減をコントロールしまして、鉄板と鉄板の間にできた空気によって柔らかい熱を作り、火加減をですね、自在にコントロールできるのがナンバーダブル5の鉄板の一つの特徴になっています。